本日行っていくのは軍手の販売ではなくてワークショップ。自分で作ったオリジナルデザインで軍手を作ろうというプロジェクトを行っています。ステージ向かって左斜め後方にテントがあります。どうぞ皆さんご参加ください。続いてステージから駐車場側に向かっていただきますと、上田城南ライオンズクラブの皆さんのブースがあります。こちらでは玄関登録の申し込みをいただける方を募集しています。この玄関の登録、角膜の移植を希望している方への提供を登録していただくものです。